はいどうもー、こんばんはー、というか、こんにちは、ですかねー。はい。今日は95回目の放送になっております。えー、これ入れてあと5回。で、100回目。で、もう12月に入りました。12月、今日はー、2日。ねーえー、いよいよ私もですね、11月29日に、 えー、舞あのー、ちょっとまあなんていうんですか、まあ、楽って言ったらおかしいですけどね、あのー、ちょっと昨日ととのんびりさせていただきまして、えー、いよいよ今日からね本格的にこの12月の19日に行われるライブの方のね準備をしていこうかなというねいやまあとにかく11月中はねずっと電車通勤で疲れた。 あれもうみんな偉い毎日毎日毎朝毎朝電車で通勤している人たちは本当にねあの尊敬します大変だなっていう風に、ねまあ僕は比較的空いてる時間にまあまあ座れるってことはないんだけどね空いてる時間あんまりこう大ラッシュじゃない時間帯の移動だったんでそこら辺はまあちょっと救われたかなと思うんですけどねはい。 いやし、まあ、しかしライブですよね12月19日これ前回10月にやったのとちょっと曲を半分ぐらい入れ替えようかなというふうに思っております。なのでね新しいね曲の譜面書いたりねアレンジ考え直したりとかまあいろいろそういうことをですねやってる。 やっていくとこれからはねしばらくそっちのモードになっていくんじゃないかなと思いますがねあのー、実は新しいパソコンのソフトを購入しましてヒューヒューねえー、コンプリートというねソフトとですねイージードラマー ねえー、そういうソフトをね今度購入してね、えー、パソコンにこうインストールっていうんですかしたわけですがねこれねこのソフトまあ何て言うんですかねまあ音源って言ったらいいのかな、うん、まあ素敵な音色がいっぱい入ってるソフトなわけですよ。ね、でそのコンプリートっていうのはねでまあいろいろ。 こう今まで出せなかかった音とかがでもね結構、あのー、持ってたんですけどね新たにということでですね、まあ、作曲意欲がまたいろいろ湧いてくるんじゃないかなとでこの EasyDRAMA っていう方のソフトはですねすごいドラム叩いてくれるこんな風にしてって言ったのを叩いてくれる。今までではねね手入力で、ね このイージードラマっていうのは今後活躍したらもっともっといろいろ何て言うんですかえ幅が広がっていろんなことができていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですがねところがねこのソフトがちょっとえらいことになってしまいましてあのねパソコン2台までインストールできる。 ということでね、僕はあのー、音楽用の PC っていうのを1個持ってましてねそれは MacBookPro というのを使ってるんですが、えー、それともう1個家でね家での作業の時にも使うように、えー、デスクトップねこれもね、えー、iMacPro というのをね持ってるんですかねこの iMacPro の方はですねちょっと最近、えー、OS を積み替えたんですよ。 一番新しいのにね何、えー、て言うんですかこの Mac の OS なんたらとか名前忘れちゃった何だっけ、えー、ちょっと待って今調べるから Mac の OS ねあのー、モントレーモントレーというのにねアップグレードしたわけですよそしたらですね購入したソフトがまだ対応してないと動作環境が整ってないっていうことで <laughs> せっかくソフトを買ったのに。 デスクトップの方では使えないでまあまあノートノートの方はねまだ OS が古いままなのでねそっちで、えー、主に使っていくんじゃないかなと思いますがこのなんか OS がアップデートしたら使えなくなっちゃうっていうのすごい不便だよね困ります何とかしてほしい早く対応してほしいですねえ 大,大,大体ね新しい OS になってからね半年ぐらいはねだからすぐにはアップグレードしない方がいいよって言われたんですけどねこれなんでアップグレードしたかというとねちょっともろもろ別の作業でアップグレードしないといけないっていうことがありましてねでいろいろやったんですがもうそうするとね今度はね不具合がいろいろ起きてきてね困っちゃうんです。 まあ困っちゃうって言ってもしょうがないんだけどねまあまあそんな感じでねでもまあノートの方で使えたから良かったなとこれからもねどん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 、えー、新しい曲素敵な曲をですね作って皆さんにお届けできたらいいなぁという風うに思っておりますあ,あそれでね、えー、ちょっと話が前後しちゃうんですが舞台の方をね 王将というのをやってましてね。あの、ご来場くださった皆様結構いらっしゃったみたいで、ありがとうございます。うーん、ねえ、なんか長いお芝居でしたよ。休憩入れて3時間半弱。そんな長いお芝居やったのね、もうどれぐらいぶりだろう。だいたいもう1時間20分とかがもう主流だもんね。1時間半越すと長いなーっていうふうに思う。 今日この頃なんですがそんな中ね3時間の、えー、作品をやらせてもらいました。と言ってもね、えー、2幕ものでね1幕は僕ほんとワンシーンとかうか1場面しか出てないんですけどなんかすごいせせこましかせせこましいじゃねえな世話しなかったなうん12時から始まって3時間半でしょ休憩あったとしても。3時間半で終わるのが まあ、12時からだと3時半で次の公演が5時からなんですよそうするとねもう終わって一息ついてらもう準備して次のスタンバイしなきゃいけないねでねあの着,着物なんですね衣装が全部でその着物もね、えー、自分でえっちゃらこっちゃら着替えてラギングの果てにはカツラをつけたりね 髪の毛を白く、えー、どん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 老けさせていくっていうような作業をしたりとかねそういうのをしながらだったんでもうなかなか疲れました。でねあの劇場もね小劇場だからね楽屋があんまりなくて、えー、みんなで使ってたんでね結構バタバタでした。 とということでです、ね、でもまあ無事に終わりましたんで、えーね、ご覧いただいたご感激くださった方にはね感謝しますどうもありがとうございました。えー、ということでね早速ですね、えー、世間話はほどほどにして皆様からのおメールの方の紹介に入らせていただこうかなと今日はねおいいっぱい来てますまあ皆さんねそうだろうなっていうようなねことを書いてくださっておりますが。 えー、早速ね時間の許す限り「おメールの方を紹介していこうかなと思います。ということでですね今日の「おメールのテーマはですね「もうすぐ100回」ということでですね100回記念に何してほしい でね、期待に応えるかどうか応えられるかどうかは分かりませんがですね皆様あそういうことをしてほしいんだなっていうのをね吟味していろいろ何て言うんですかアイディアをね、えー、いただいてもしできることがあったらそれをやってみようかなとも思いますしいろいろ考えてますんでね、えー、皆さんはねどういうことを望んでるのかというのをですね、えー、一緒にね 考えていきましょうかというふうに思います。えー、それでは読ませてもらいます。えー、魔女、魔女だって。マジュ魔女 <laughs>、えー。えー、ラジオネーム。テンエムさん。はい。こうよく。スタッフさん、こんばんは。こんにちは。テンエムです。あ。この間の時、スタッフさんって書くの。さんを書くのを忘れて。さしまして。さ、え。忘れてさしまって。<laughs> 忘れてさしまって。すみません。 ああそうですか「読み返すのをまた忘れてしまいました」いいんですよ「読まれて嬉しかったのと恥ずかしいのと複雑でした」これ今日も恥ずかしいんだろうね「えー、書くのを忘れてさしまって」って書いてあるもんね、えー、また恥ずかしい思いをしてください、えー、もう23回くらい間違えていますじゃあ今日4回目かな、うん「すみません」って書いてありますけどね話が長くなってすみません、えー、やってほしいことは見ていて楽しく思うようなことです うーん料理対決バーベキュー悩みます体に気をつけて頑張ってください応募していますそうですか応募したんですか何に応募したんだろうわかんないけどもうなんか 10M さんがこう LINE じゃないメールを打ってる時が想像できるねなんか 応募何にそれともちゃんとちゃんと何かに応募したのかな、うん、応援していますって書きたかったような気がするんだけど応募していますになっちゃってね、えー、今日は「天 e m さん間違いが2箇所、ね」スタッフさんって書くのを「さん」を書くのを忘れてさしまってっていうところとね「えー、頑張ってください応募しています」っていうその所まあ僕もしつこく突っ込むと嫌われちゃいそうなんでねここら辺にしときますが。 えー、料理対決、バーベキュー、誰と？<laughs> 一人バーベキュー。僕がバーベキューやってるところ見せる。冬なのにめっちゃ寒いじゃん、俺だけ。ねで料理対決っていうの、誰と料理を対決すればいいのかな。なんか皆さんとあのある食材を。 限定してこれで美味しいものを作りましょうみたいなそういういのをやるいやーやっぱ料理対決っていうからにはね相手がいないといけないんでねまあまあなんか僕が作る料理をこんなの美味しいですよっていうのを紹介するのはありかなーとかも思ったりとかもしますがねまあでもバーベキューはちょっとすいませんごめんなさいです。 はい、えーテイエムさんあの間違って恥ずかしいと思わないでくださいね。えー、どんどんこういう間違いあの私大好物なんでどんどん間違って送ってください。はいはいでは続いてラジオネームケキートさん。はい前田晃陽様。ここんばんはこんばははにちはかな とてもお久しぶりのメールです舞台大塩お疲れ様でした三十六歳から七十歳まで黄色を変えて髪を少しずつ白くしていって見事に演じ切った紅葉くん2階公演ではスプレーで白くした髪をまた黒く染めていたのでしょうかあ先にこれに答えましょうかねえー、っとねスプレーじゃないんですあれワックスなんで白くなるワックス、うん、ホワイトワックスっていうのがあってねそれを髪洗えばすぐ落ちるやつなんでね まあだからその1回目終わったらもう髪の毛全部洗ってドライヤーかけ直してでまた黒髪からスタートするっていう形でやってたんですけどね。え,ー、えさて本題です。「チーム・コヨーラジオ」もうすぐ100回「ちチーム・コヨーラジオ」ももうすぐ100回ですね。通常放送にラジオドラマ「和也くん」をゲストに迎えてのライブや本読みなど楽しい企画で毎回楽しませてもらいました。 本当にありがとうございましたああ、こちらこそありがとうございますえそこで100回目は12月19日に開催される紅葉くんのライブ終わりに公開収録生配信じゃなく録音というのはいかがでしょうかライブの興奮と熱狂をそのままに一曲歌のプレゼントというのもいいですね会場の都合などもあるかと思いますが盛り上がると思うので可能であればぜひお願いしますえー、それではお体に気をつけてこれからも応援していますありがとうございます えー、ライブが終わった後に収録は疲れちゃうなまあ気持ちは分かりますけどねへとへとですよ早く飲みたいもんな楽しそうだけどねなんかみんなと一緒にワイワイ盛り上がった後にただただしゃべるっていうのもただなんか他のバンドのメンバーがみんな先に飲み行っちゃって俺だけ喋ってるって何か寂しいな うん、ねえ。まあまあそういうのもいつかまた機会があったらねと思いますけど、今回はちょっとね、年末だしね、忘年会も兼ねちゃうから。なんて勝手に兼ねてるんだけどね。えー、他のメンバーはもう帰りますっていう可能性もあるんですけど、ねえ。やっぱりでもライブはライブで燃え尽きたいなっていう思いでいっぱいです。ねえ。はい。では続いて、ラジオネーム、きみちゃん。 こんにちは高君、スタッフの皆さんいつも楽ししく拝聴ささせせてててももらっいいいまますす、えー、久しぶりにおメール書かせていただきます皆さんいつも言われているかもですが、紅葉君や男組の曲にはパワーをもらっています。そして何より4人がつながっていることを聞いてまたまたパワーをもらいました。ありがとうございます。えーえー、さて今回のテーマ、ボリューム100でやってもらいたいこと、うん。生配信で直接リスナーの方の質問を聞くというのはどうでしょうかああ。 ね、もちろんお電話とかビデオ通話とか選ばれて直接お話などできたらその日はドキドキで眠れない日になると思いますあともう一つ初めの頃過去4回目ぐらいまでおメール読まれた方にマグカッププレゼントしていたと思います何かプレゼントをお渡ししたらどうでしょうか過去わがままを言えば何かしらサイン付きで欲しいです勝手なお願いでかなり難しいのは分かってますがどうでしょうか <laughs> えー、それでは素敵なボリューム100が迎えられますように楽しみにしておりますあーなるほど、えー、そしてコロナがこのままの状態でいろんなことができると願っています各ファンミーティングバスツアーとかいろいろとありますよかなりの勝負になってしまってうまいこと書けなくてすみません紅葉君もお体気をつけてずっとこれからも応援していますあーなるほど生ね生配信生トーク いいいかもしんないですねで、あのー、その場で誰かに電話してみるとかね友達に全然普通の友達「何やってんの?」とか言ってえまあ聞いてる人からしたら「なんじゃこりゃ」っていう感じになる <laughs> だろうと思うけどね、えー、まあまあそ,そういうのもまあ悪くはないかなうん。 で、プレゼントプレゼントですかプレゼントねプレゼントを作るのが大変なんですよ。ね何かただあげるうんなんか僕はあのオリジナルのグッズはよくね あの大劇場なんかで舞台をやるときに感激してくれた方にはプレゼントっていうのをよくやってたんですけどねそれはねこうやっぱり会場までわざわざ足を運んでくれた人に対してのえお礼の気持ちというね感謝の気持ちでお渡ししてたんですがねそうですかプレゼントは欲しいとうんまあいらない人もいるかもしれませんが。 エコバッグが今うちには200枚ぐらい残ってますんでこれをということもできないことはないんですがまた送料もかかるしね、えー、2人でやってるからねうち僕と、えー、優秀なスタッフとまたねいろいろ そ,その送る時間どうするんですかとか送る経費どうするんですかとかねそういうことになったりするんでね約束はできませんがねまあプレゼントというのもねもう,もうちょっと経ったらなんか考えてもいいのかななんていうふうにも思ったりもしております。はい続いてラジオネーム「遊びの天才マサリー」です。はい 幸洋くん、スタッフ様、こんばんは。遊びの天才、マサリーです。舞台出演とお忙しい中、本当にありがとうございます。やがて100回を迎えるんですね。すごいファンサービスに万歳です企画を考えるのって楽しくもあり、なかなか大変ですね。いろいろと考えてみました。 いつも一人で喋っておられるので、ゲストをお招きしてたまには複数でトークしてほしいです。いやー、これはベタですかねいやー、あのね、いいんですよ。複数でトークとかやりたいなと思うんですけどね。収集がつくのかなっていう。ね。喋りたい人ばっかり集めて、もうずっと喋ってて。ね。まとめるのが大変なような気がするけど。でも楽しそうだよね、それ。 うん、大勢今まであの対談で出てくれた方みんな呼んで集まって飲み会やるとかね無理だろうなスケジュールが合わないだろうななんて思ったりとかねしますが、えー、そうだ記念すべき第100回にやはりここは100を強調したいので何でもランキング100っていうのはどうでしょうかラジオでででももも今まま紹介してくださったもののもあると思いますすその総集編ですね おすすめしたいものや好きなものやりたいことなど100個ランキングで紹介してくださいどこそこの何々が美味しいとか面白かったネタとか行ってみたところとかムカつくこととか悩みとかとにかく100ネタ考えて喋り続けてください <laughs> なるほど話は変わりますがうちの中3の息子は数ヶ月後に100キロ歩行に挑戦する予定です学校行事ですが大阪上本町から和歌山の高野山まで昼も夜も1日かけていや24時間以上かけてでしょうかぶっ通しで歩き続けるらしいです聞いてるだけで過酷です100個ネタを探すのは耐やすいことではないかもしれませんが100キロ歩くよりマシと思って是非考えてください脳トレにもなるはずです <laughs> 寒くなってまいりましたお体に気をつけて頑張ってくださいねもう拷問だなこれ100キロ歩く方がいいよ僕全然歩くの平気そっちの方がいいな昔ねなんかテレビの番組でね100キロ歩くってやったことありますよあの滋賀県の彦根市からねえ何、ー、だっけあそこ 通天閣大阪通天閣がゴールでね48時間以内で100キロ歩けとしかもその歩くとのパートナーと手錠でつながれてトイレも自由に行けないお金も渡されないなんかそんな企画の番組をやったことありますが87キロぐらいでリタイアしました。 僕はまだまだ歩けたんですけどねまあ相手の方がちょっともうあまりにも体調が悪くなったんでじゃあもうやめようかって言ってねえー、やめたんですけどね100キロ歩くのもう一人で挑戦してみたいなと思いますけどねええー、いいいやでもすごいですね高野山まで高野山ってやっぱ上りであの夜怖いよあそこ真っ暗で行きましたけどね去年。 いやあそこを夜歩くのは嫌だな昼間でも怖いもんな熊とか出てきそうだしねうわ怖いでも100個ネタ探すの楽しそうだないやでもどうだろうな100個も絶対ないよな喋りたいこと100個ないもんうんラジオで10分喋るのにも何しゃ喋ろうって言ってもう毎日毎日毎週毎週悩んでるのに 何でも100とか言って100個のネタをずっと喋るって結構拷問だよねまあでも面白そうだな10ぐらいにしてくれたらいいんだけどね10個のネタで10個のランキングつけてそれで100っていうのはどうまあまあなんかちょっとなんかねこれも、えー、頭の片隅に置いておきます。 はい続いてラジオネームマミタンうんえこ、ー、よくんスタッフの皆様こんばんはいつも楽しみませていただきありがとうございます初おメールですはいボリューム100でやってもらいたいことそれはもちろん男組のライブですリーダーお願いしますすいません無理ですねいやだって もしやるとしても僕のラジオの100回目でやることじゃないでしょう。ねえもっと大々的にやった方がいいでしょうどうせやるなら。って思うんですよね。えだから「ボリューム1 0 0では <laughs> 無理です。ねえマミさんせっかくマミさんじゃねマミタンかマミタンねえせっかく発音メールくれたのにすみません。 これはちょっと現実実現不可能なねお願いのような気がしますけどまあでもねライブできたら楽しそうですねうんはい続いてラジオネームママさん「よ <laughs> く君スタッフさんこんばんはいつも楽しいラジオありがとうございます」「舞台幼少初日おめ,おめでとうさあこれ初日の日に書いてくれたんですね」「ここ最近の紘く君のプチやっちゃったツイート」 舞台のことやライブの準備や諸々ありすぎて、さずや落ち着かない日々を過ごされていらっしゃるのではないかと、えー。ずばり初日を迎える今の心境はドキドキ、ヒヤヒヤ、ハラハラ、ワクワク、えー。私も感激させていただく予定、とても楽しみにしております。あ、初日の日はやっぱりいつもねドキドキしますよね。うん、お客さん喜んでくれるかなとかね。 えー、そういうのがすごくドキドキしますけど頑張ってくださいありがとうございます、えー、ちなみにもろもろの中にはまだ言えないお仕事やみんな喜ぶような秘密のあれやこれやなんかもあったりしちゃったりはとっとと白状した方が楽になりますよなん何でしょうねえー、まあ来年のお仕事はほぼほぼもう決まってるんですけどねおっきい仕事はね、うん、舞台が3本もしかしたら4本になるかもしれないでまたちょっと ね、今年の頭に1月にやったファンミーティングこれはあのライブとは違ってねファンミーティング的なものも、えー、考えていいんじゃないかなと思いますがそれは、まあ、いつぐらいになるのか分かりませんけどねなんかやってもいいんじゃないかなとせっかくファンクラブがあるわけですからねファンクラブの方限定で何かをやる。 っていうのもありかなと思っております。えー、さて、おテーマの100回記念日にやってほしいこと。生配信でチャットの質問に答える。気の合う仲間とリモートトーク仲間とお酒飲みトークどっかのカントリーバーでまったりトークどっかのってこれ？多分マローネのこと言ってんだろうな。<laughs> とか楽しみにしています。えー、上着が欠かせない時期になりましたが、体調には気をつけて、舞台にもろもろお仕事頑張ってください。うんねえ。お酒飲みトーク。 っていいいいうのはいいかもしれないね。ただただ僕が酔っ払っていく様をみんなに見てもらうどれぐらいで意識不明になるのかどれぐらいで暴言を吐くようになるのかねというのをこう聞いてもらうあとはちょっと後輩とかを。 あのいつも舞台やってる人のメンバーを集めてなんか僕に対する不満とかをクレームを言ってもらうで最初のうちはシラフだから「まあまあまあごめんごめん」とか言ってんだけど酔っ払ってきたらちょっとイラってきたりして「おめなんでそんなことやらなきゃいけねえんだよ」とかそんな会話になったりとかしちゃうのを全てあからさまに見せる「うわー恥ずかしい絶対やりたくない」 まあけどお酒飲みながらっていうのは楽しいかもしれないですねいろんなお酒をその場で試して飲んでみる <coughs> いいですねそれちょっと考えようはい続いてラジオネームはるちゃんはい小谷さんこんばんは舞台お疲れ様です一時間半の片道やら食事やら大変ですが同じ空の下で応援してますありがとうございますやってもらいたいことたくさんあります今小谷さんの使っている iPhone の中身紹介 アプリなど、どんなアプリを使っているのか、私はとても気になります。機種名も。今年、私も機種編したので、コウさんと同じ機種だったら、とんで喜びます。<laughs> 稽古に行くときは、ライブのときなどに使っているバッグの中身紹介。ざっくりでいいので、ぜひやってほ <laughs> しいです。これ別に100回じゃなくてもできるよね。うん。僕は iPhone、iPhone です。iPhone13 Pro Max。 今年買いました久しぶりにそれまでずっと10使ってたんだけどねいよいよバッテリーが持たなくなってきたので13に変えましたうんアプリはそんなに言うほど入ってないですようんざっと見て言えるのってなんだろうスターバックス食べログアナ JAL。まあ、あとは普通の SNS でね、やってるやつ。インスタ、ツイッター、フェイスブック。あと、乗り換え案内ね。乗り換え案内。それぐらいかな。まあ、あとはだから、トリマとかさ。うん。そんなもんちゃうあまあ、あと、楽天とかね。アマゾンとか。それぐらいですよ、基本的には。 あ,あとなんか青空文庫が読めるアプリとかね。B リーダーっていうね、そういうのとかぐらいかな。だからみんなに超これいいよっていうようなのって意外と入ってなかったり普通に誰もが入れてるようなものしか入ってないですね。ああとはあれだよね。やっぱホテル系のホテル系の何 アプリじゃらんだったりブッキングドットコムだったり一休、e、だったり楽天トラベルとかエクスペディアとかまあそういうのは入ってますけどねうんそれぐらいですねうんとこれもう今言っちゃったから100回目でできないね <laughs> ごめんね <laughs> うんはいでは続いて、えー、ラジオネーム See you again257 さんはい コウさん初めておメールします。あ、どうも、はじめまして。ボリューム100でやってもらいたいこと。高橋和也さん、成田翔司さん、岡本健一さんとトークをしてほしいです。男組ではない、一個人としてトークをしていただきたいです。音楽、演技、どのようなことでも良いんです。4人それぞれの思いを聞かせてほしいです。あと、わがままを言ってしまうと、新しい地図の3人、 稲垣吾郎さん草薙剛さん香取慎吾さんと男組の4人の共演が見たいです。<laughs> ジャニーズ時代から大人になったた皆さんののトークを聞きたい私の官房ですあそうですか SMAP だった方ね新しい地図の3人とおしゃべりしたいしてほしいとなかなかね無理ですよ私がたとえねそこにオファーをしたとしても向こうが受けないんじゃないかなっていうふうに。 思ったりとかしますが高橋さん成田さん岡本さんとのトークねトークね何喋んだろうね質問したいことがないもんなこれといってねえ、まあ、世間話とかになっちゃうからっていうふうに思うんですがうんまあまあでもね えー、あれですね。ということであの今のおメールがですね最後のおメールになっちゃったわけでございますがいやー皆さんねいろいろあってまあなんかねなんかしら私の,あのこうあのアイディアに、ね。 ね、役立つようなこともあったりとかしたりとかねこう皆さんが言ってくれたことを参考に何かをですね考えていきたいと思いますんでですね100回目の記念はですね記,記念の会にはですね何、えー、かすると思いますんでちょっとま楽しみにしていただければと思います。ということでですねお別れの時間が来てしまいましたが次回テーマねもう年末です もう年末です年末といえばいろいろありますが、えー、クリスマスだったりね、まあ、あと忘年会だったりとかしてね、えー、体調の管理には、ね、気をつけなきゃいけない時期になってきましたけども僕は、ね、い,のいつもね毎年クリスマスパーティー仲のいい仲間をね、えー、家に呼んでねプレゼント交換というのをするんですよ。 決ままってましてし上3,000円以内で自分が欲しいもの人にあげてもの、ね、食べ物禁止ってねそういうルールがあってそれで3,000円以内のものを買ってきて、ね、それをプレゼント交換みんなでするんですけどね意外と難しいんだよね3,000円のものってしかもうわーこれ絶対喜んでもらえるだろうなーみたいなねえ えっとね、僕は去年は、ね、なんかたまたま、あのなんかででん電,気が電気であったかくなるベストこれ、ゴルフ行く人とか冬に来ていったら、ね、めっちゃあったかいよっていうので、ね、それが、ね、2800いくらぐらいで,、ね、で買えたんで、ね、それを買ったんですけど、ね、税込み3000円だからなかなかねきついんですよ。 で僕の場合はそれをちょっとセールで安くなってる時に買ったんでねまあそれをプレゼントにできたんですけどね今年も選ばなきゃいけないということでね悩んでるんですが皆さんにもですね次回のテーマこうしましょう。えー、3,000円以内のプレゼントだったら何買う食べ物禁止これでいきましょう。 ねえー、それを考えてですねお写真とかつけてくれたらなお嬉しいです。ということでですね、えー、もう舞台の方も終わりましたんでですねまたちょっとね間を空けずに次回の放送もできると思いますんで、えー、おメールの方もし送ってみようかなって思う方いらっしゃいましたらお早めに、えー、送っていただければと思います。ということで本日も最後まで、えー、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさーい。